皆さんこんにちは、ホジュラ写真家タイムラプスクリエイターの成澤宏之です。いつもこうやってやるんですよ今日はですね、対談の動画でございます。私が日頃からお世話になっているですね、田中雅美先生にお越しいただきました。お先生の子、田中ですとか、はい、田中ですとか、はい、よろしくお願いいたします。今日はですね、ここ実は今2人並んでるんですけど、こういう感じで撮影してるんですけど、ここですね、田中先生の、ご自宅の、スタジオでございます。先生、XH2S 発売前にいろいろ撮影をされていたと、はい、いうことですね、はい、こう石垣島行ってたじゃないですか、ね、何しに行ってんのかなって思ってたんですけど、そういうことだったんですね。そういうことでしたね。そういうことだったんですね。今日ですね、田中先生ってオーロラ写真家っていうイメージが強いんですよ。強いと思うんですよ。これをご覧いただいている皆さんもそうですし、私もチャンネルやってる中で、田中先生お世話になってますよって日頃から言ってるんですけど、やっぱりみんなオーロラのイメージが強いんですが、今回野鳥を撮られてますよね。そうですね。そうですよね。で、私は知ってましたけど、もともと野鳥の写真家なんですよね。そうですね。その後鳥屋さんですね。鳥屋さんですよ。その後オーロラに行ってるんですよね。そうです。で、私持ってますけど、山セミの写真集とか出してるじゃないですか。はい、ちょっと当時フィルムで撮った写真集としてはちょっと激ヤバなんですけど、はい、そういう活動多分知らないかなっていう方も多かったのと思ったので、田中先生のそういうところの経緯をちょっとお伺いしたいのと。XH2S ですね、今この世で使ってる人がまだまだ、数人ですよね、と思います、ね、数人ですよね、その数人の中の一人ってことで、どんなカメラなのかっていうのをちょっとお伺いしたいなと思ってですね、今日は、はい、インタビューさせていただきます。いいですか、ちょっとここまで私ベルベル喋ってますけど、ここから先生喋りますからねよろしくお願いします。いつから撮ったんですか、野鳥って。野鳥はね、20代前半ぐらいに、やっぱりよくあるパターンでね、渓流でカワセミを見て、これ綺麗だから撮りたいと、って思って、渓流でね、粘ってたら、カワセミ来なくて、ヤマセミが来ちゃった、そこでもうカワセミが飛んでしまって、それで、なんてすごい鳥なのと思ってね。ヤマセミを始めたんですけど、はい、大変でしたね。カワセミって、私もカワセミは撮影経験あるんですけど、言ってしまえばその辺っていうか、結構取りやすいところにもいるじゃないですか。ヤマセミは違いますよね。今も昔もそうだけど、なかなか 見られない。よく言われたのがね、一河川一つ貝しかいないよとか。あ、そうなんだ。ぐらい少ない、なかなか見ることができないって言われたんですけどね。なんか大きさがだいぶ変わりますよね、カワセミと比べて。そうだよね、ハト。カワセミのハトより、ハトぐらい、少し大きいのもいるし、小さいのも少しね、いるしっていう感じ、でそこから10年ぐらいハマっちゃってね、ヤマセミを追いかけ続けたと、すごいですよね。ヤマセミ追いかけ続けて、写真集ができたわけですよね。けども、もうね、はい、しかも絶版だし。絶版ですね。たまにアマゾンでね、4万円ぐらいで売ってる時ある。本当に4万円そのヤマセミを10年撮り続けて、当時はフィルムカメラですよね。そうです。当時どんな機材で撮影されてたんですか。主にやっぱりね、キャノンが多かったですよね。キャノン、ペンタクス、その辺。ペンタクスは全部645、67、全部、はい、全部645、67で、キャノンは、になって、連射性能上がって、F1 から EOS に変えたっていうような、感じで。当時って秒間何枚とかですか。当時ね、キャノン F1 っていう、はい、カメラの中にモントリオール仕様っていうのがあってね。モントリオール仕様、実はフィルムでね、秒14コマ切れるカメラがあったんですよ。そんなのあったんですか。あったんです秒14コマって
つまり2秒ちょっと撮ったらもう終わるってことですよね。そう、サブログの36枚撮りがグルルルって言ったらもう終わるってことですよね、うん、っていうねカメラがあって、それをね、新聞社専用のカメラだったんですけどね、それで山セミの飛び込みとかをね、はい、撮ってたんですけど、超高いカメラで、うん、いくらしたんですか。ボディが120万ぐらい。120万。ボディで120万ですか。高いっすね。シャッタースピードがね、125分の1以下がないんです、カメラについていない。でそこからオーロラ行きますけども、うん、オーロラいきなりね、いきなりオーロラ行きますけど、なんでこう、もう望遠の世界から広角の世界にいろいろ燃え尽きちゃったと。それで、それは山セミを取り尽くしたっていう感覚があったってことですか。それすごいですよね。それで次の被写体を探してた、うん、時にね、オーロラの今師匠となる人が、はい、うん、じゃあちょっと極地連れてってやるよ。それでまあ行って、したらまたハマっちゃいまして、っていうことで、そこからまた10年20数年オーロラを追いかけ続けてっていう、やりながらでも望遠の世界も忘れないでちょこちょことやってはいた。でも私が知ってる田中雅美先生も、多分視聴者さんが知ってる田中先生もそのあたりからですよね。そうですね、やっぱオーロラ撮ってから、うん、やっぱり自分が見てたのは富士フィルムの XE1 とかを使って、うん、パノラマでオーロラ撮って、ね、しかもそれ比較明合成してたっていうやつを見て、うん、あ、こんなのやってる人もいるんだってビビったのを覚えてますね。うん、もうね、10年以上前だね。そうですよね。それで見て知ったんだよな。そこからですよね、家がですね、我々近いんですよ、家が、うん、車で20分ぐらいのところなんですけど、それが自然と買うようになって、いろいろこう自分も写真を撮る姿勢とか、オーロラの話とかいろいろ聞くようになって、自然とこう指定関係になったっていう感じですね。うん、じゃあ、ここからですね、実際その XH2S ですね、についてちょっと話を聞いていきたいと思うんですけども、何から聞けばいいですかね。みんな何気になるかな。カメラもそうですけど、レンズもね、うん、レンズあ、ね、レンズは150-600っていうね、開発アップされてるやつですね。そう、新しいレンズを使ったんですけど、換算ね、約230-900mm、うんうんうん、で望遠側が900換算になって F8、 小さくてね、比較的小さくて軽い。実際大きさはって言われたら、ソニーの200-600、みんなご存知の200-600、うんうんうん、あのレンズと確かね、長さが1ミリしか違う。あ、そうなんですね。そんぐらいのサイズなんですね、うん、ただね、こっちは APS-C なので、はい、うん、900ミリまでいけるというところですよね、換算。おで、やっぱり軽くてね、レンズが軽い、ボディも軽いんですね。ボディも、うん、そこそこ軽いし、うんうん、どうだろうこのレンズって思って、まず切ってみて、まああまりのシャープさに驚いたね。それが一番かな、まずは。レンズはこれすごいなっていう感じで。コロナになってからですかね、望遠での、うん、そうだよね、富士とか、うん、結構撮ってらっしゃったじゃないですか、うん、で実際私も望遠鏡を使ったので分かるんですけど、そのレンズと望遠鏡の画質の差って全然違うじゃないですか、うん、根本的な差があるんですけど、うん、そういう経験をした末に150-600がシャープだっておっしゃってるんですよね、うん、きっとね、うん、だから相当いいってことですよね。相当だよね。一度ね、月を撮ってみて、望遠鏡でね、やっぱり撮る月とは写真用レンズで撮る月って違うので、どんな感じで写るだろうと思ったら、ほとんどの人がどの望遠鏡で撮ったのっていうようなディテール感、うんうん、その味まであったっていうところがすごかった、はいはい、なるほど。富士市場だとね、2番目のレンズですね。2番目？1番目なんですか？22ですね。あ、200-F2、これを超えるものはないと思うし。ああ、なるほどなるほど。富士も超えられるとも思っていないだろうし、どこからもね。あれ
だってあれあのなんかお金度外視して作ったってやつですよね。そうあのレンズはもう売れるかどうか分かんないけどあのめっちゃ画質上げましたってやつね。最高性能だけを目指して作ったので、やっぱりねあのレンズだけは異次元の描写力なんだけど、うん、それにね かなり近かった。うーん2番だなって。H2S の方の情報も視聴者は知りたいと思うんですけど、ね、最初の画面、うん、ファインダーを覗いた瞬間、はいはい、これが なんて明るいのあファインダーがいい、うん、あもうそこがちょっと異常これっていうぐらい綺麗だったかな。うーん動画に振られているカメラだから。あそうなんですね。そう H シリーズだからね。あそうかそうか、 H シリーズはそういう位置づけなんですね、うん、H シリーズは動画の方に強いっていう、うん、どっちかといえば動画仕様なので。ほうほうほう。あの写真の人がねあの T を選ぶって言うけど、うん、両方できた方がいいよね、うん、両方できた方がいいですね、うん、きっちり撮れた方がいいので、はい、自分は T を使うなら H 使った方が、うん、いざ動画撮るときもすごい設定たくさんあるし、うんでも本格的だしもうちょっとした映画撮れるぐらいのレベルなの で、 あで写真もいけるし写真もいける。それ先生私に言ってますよ ね、うん、使ったらって言ってますよね。言わなきゃしょうがないだろうなとは思うけどそうですよね、うん、もう買うしかねえなと思ってますけど、うん、おそらくね自分も知らないけどただ今 S じゃないですか。はいはい。あそこそこ H、うん2だよね。そうですね。あの前から言われてたあの高画素感の、うん、そうそう。ただ自分は知らないのであの H2 の方ははいはいはい、うん、そうですね。わからないですけど、うんうん、おそらくでも高画素、うん、で来るからそっちは一体どういう風な使い方をするんだろうとは思うんですけど、うんうんうん、ただ予想では間違いなく 8K は撮れる撮れる。ああそうですよね。今回の XH2 は4K ですか。 6.2K ぐらいまでは撮れますけどアスペクト比もあるので、はいはい、実際は、うん、4K で撮るのはいいんじゃないですか、うん、ただ 4K120p までいけるので。あ 4K120p ですか、はい、で動物、うん、野鳥とか動きの速いものを撮っておいて自然にスローとして見せたりすることは、ね、容易なのでそれで、はいはい、うん、結構扱いやすいでローがねロー収録、うん、もうできる動画のローですね、はい、ローですね。ブラックマジックローまで撮れるし、うん、それはアップルのプロレスローってことですかね、うん、両方そのロー収録が 何パターンかあるってことですね。 ありますねははは。カードに直接かけないっていうものもありますけど、うん、本格的にやる人にはいいんじゃないかなと、うんうん、で何より今回高温多湿もいいとこですから、はい、やってる場所あ石垣島ね、はい、うん自分行ってる時今回30度まで上がった日もあって、はい、で湿度も高い日もあったりして、うんうんうん、普通というかみんな泊まるあ、うん、4K120p 回しっぱなしなんて言ってもう熱持っちゃってってことですよね、うんうん、ただ今回ね出てるんですよ一緒に。え何ですか。ファンが。あはいはいはい。そうですね冷却するねクーレーファンが出ててセンサーの後ろにこうパンとつけるやつですよね、はい、あでそれをつけて回しっぱなしだと、うんうん、石垣でも止まらない。 あれ、うん、なんていうか動画もそうですけど、まあ、私みたいな星撮ってる人にも結構いいと思うんですよ。あれそうだよね。夏ってその排熱が上手じゃなくて、うん、夏に撮影するとねもう熱ノイズすごいんですよ、うん、だから自分も後ろに冷えピタったりとかしてかそのスマホ用の冷却ファンつけたりして工夫してたんですけど、うん動画はとにかく本格的に撮れる。で綺麗ですね撮ってみたけど。ああ綺麗ですか。ああもともと色いいからな、うん、ログがね、うん、富士の動画、ね、撮ってる人なら F ログ F ログはい。これがね F ログ2ができてる。おそうなんですかF ログ2、うん、へえ。そうするとベースの、カラコレの当てるものが自分で持ってないので。ああそうですよね。とりあえず撮っておいて、うん、後でやってみようと、うん、っていう考えでテスト的にフログ2も撮ってみたんですけどこれはねよりね白もグレーでへえ、うん、より扱いやすいっていうか触れる人にはすごくいい。
あ、そうなんですか、はい、あ、じゃあ F ログでも撮れるし、うん、F ログ2でも4K120p は撮れると、うん、いやそれ結構すごいですよね。やっぱ 120p 撮っといて後でその、フレームレート落として、うん、あの24フレームとかに当て込んだ時に、うん、かなりこうスロー再生ができるから後で楽なんですよね、うん、あの XH シリーズっていうと、うん、レンズ取り付けるマウントのところちょっと丈夫だったじゃないですか、はいはい、あれって同じでした？同じなのかもしれないんだけど、うん、すごくしっかりしてる。しっかりしますよね。あ、よかった。 T シリーズよりもしっかりしてるやつですよね、じゃあね。うん、全然あれね、あのちょっと細かい話なんですけど、うん、私 H シリーズであのマウントめちゃめちゃ好きで、うん、ね、あれを他のやつにも採用してほしいなと思ったのに、うん、なかなか採用されなかったんですよね、うん、やっぱりそのあれ、ああいうマウントだとこう三脚台座緩めてこうボディグリグリこう回転させた時も、うん、あんま深くかかんないっていうか、その深くかかんないじゃないですか、その丈夫になるから、あのガタつきとかが出にくくなるから、あのマウントがちょっとやっぱり今回も採用されてるっていうのは私すごく嬉しいですね。次写真性能いきますか。じゃあ写真ですか。写真性能、まあ自分は S なので使ったのが、はいはい、